メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。3月5日の土曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージはこちら、計画です。まあね、今年の目標を決められた方もいらっしゃると思うんですけど、改めて今年、何をしたいですか、どこに行きたいですか、今年やりたいこと、何か本当に具体的に訪れたい場所、そんなことを書き出してみましょう。ワクワクすることでこう日々の励みにもなりますので、なんかそんなことを書き出してみてください。今日のワンポイントメッセージは計画でした。それではまた。